こんばんは。先ほど家から帰ってきました。コロナのブースターワクチンを受けて、その後高熱が出たんですけども、その高熱が出て家で休んでる間に食料を食べ尽くしてしまったので、さっき少し買い出しに行ってきました。で、今日はスタバに行ってきたんですけど、 Too Good To Go というアプリを使ってスターバックスで買い物をしてきました。この Too Good To Go というアプリは何かっていうと、お店で売れ残った商品を安く買い取るというアプリです。で、だいたい当日の売れ残りか、もしくは前日に明日の分の売れ残りを予約したいですっていう風にアプリで予約をして、でその予約をした時間に食べ物を取りに行くというシステムになってます。で、今日はたまたまスターバックスが自分が行きたい時間に空いていたので、家を出る前にアプリで予約をして、で今取ってきました。で、前ですね、コスタコーヒーでもこの Too Good To Go アプリを使って食べ物を買ったんですけど、その時の写真が中に何が入ってたかっていうと、こちらになります。トーストが2枚と、こちらハムとチーズのトーストですね。あとタルトが1つついて、こちらが3ポンドでした。元値が10ポンドで、10ポンドが3ポンドになって販売されていました。で、このトーストの賞味期限っていうのが当日でした。なので当日売れ残ったものを捨てずにお客さんに安く販売するっていうシステムなんですけど、すごいいいシステムですよね。割とお店もたくさんあって、時間は朝はなかなか10時以降じゃないとないんですけど、夕方以降になると結構なお店でこの Too Good To Go で食料品を販売しているので、仕事の帰り道とかでもこう安く食料品を手に入れることができます。で、今日は初めてスターバックスで Too Good To Go を使いました。一番最初にスタバでこのアプリを使って予約したんですけど、その時に閉店ギリギリに予約したせいか、お店の方からキャンセルされてしまって買えなかったんですね。閉店間際だから走ってお店に行ったんですけど、店員さんにキャンセルしたからっていう風に言われて、すごいショックだったのを覚えてるんですけど、今日はちゃんともらうことができました。で、そのバッグっていうのがこちらです。私も何が入ってるのか楽しみなんですけど、開けてみたいと思います。値段は、12ポンドだったものが4ポンドで販売されていました。では早速開けていきます。で、このバッグを注文した時に後ろに待ってる人がいたんですけど、後ろの人もこの Too Good To Go のアプリを使ってオーダーを取りに来ていました。めちゃめちゃいっぱい入ってますね。まずはこれ、トマトモッツァレラパニーニっていうのがよくわかんないんですけども、パンですね。トマトとモッツァレラが入ったサンドイッチになります。すごい結構ボリュームがあるのに、お店で食べたらこれだけで4ポンドいってしまいそうな感じですけど、賞味期限は今日ですね。でこちらはハムチーズトーストになります。こちらも賞味期限は今日です。であとは3種類のスポンジケーキが入ってました。こちらがクリスマスのデコレーションがされたチョコレートスポンジケーキと、こちらがナッツが入ったスポンジケーキと、あとこちらはスタンダードなプレーンのスポンジケーキですね。という感じでした。結構本当にずっしり入ってて、サンドイッチとトーストとケーキ1つでも全然十分な量だと思うんですけど、スポンジケーキが3つも入って、で4ポンドなのですごいお得なグッドバリューなお買い物だったなと思います。他にもカレー屋さんだったりピザ屋さんだったり、あとはスーパーの食料品もこのアプリで手に入るみたいです。今カレーが気になってるので、今度カレーをこの Too Good To Go アプリで注文してみたいなと思います。